大使よりお越しいただきました部長の皆さんです。チーム紹介をご紹介させていただきます。宮城県仙台市を拠点に鳴子を取ってかっこよく踊り踊ります。大人から子供まで日々練習に励んでおります。何よりも今踊るのが大好き佐藤大輔さん、よろしくお願いします。はい、会場の皆さん、こんにちは。宮城県仙台市から、始まってます、上手に申します。この、パレード会場、2回目のようになって、ちょっと全て街の息が上がってて、聞き苦しいところあるかと思うんですけど、申し訳ございません。これからやらさせていただきますのが、奈良という局面でございまして、宮城県の、北東部に位置します、気仙沼をテーマに、作り上げてきました。その中でもですね、この内林体育、和太鼓の内林という、お祭りがあるんですけども、その太鼓を打ち鳴らす振りであったりとか、その中で舞い踊る獅子舞の、舞い踊るその振りにイメージしております。皆様に気仙沼の風を、お届けできるよう精一杯努力させていただきたいと思います。ご声援のほどよろしくお願い申し上げます。Come on.